久々にこのスレに来て、いろいろ読ませてもらったが、やっぱいいな、このスレは。いろいろと心に来たもんで、自分の失敗談も一つ。結構前なんだけど、日曜に昼ご飯を食べた後、妻にコーヒーを入れてもらって、妻がプレステ3でしている、某モンスターを狩るゲームを眺めていたんだ。以前から、このスレの存在を知っていて、いつか言おうと思ってたんだが、なかなか言う機会というか、勇気がなかったんだ。だから、リハーサルのつもりで、ゲームに夢中な妻に、〇〇、愛してるよ。って、小さな声で言ってみたんだ。だが、ちょうどステージが変わるところで、無音の時に言ってしまった。すると嫁が、ちょ、え、今？は、あは、はあ？え、今？って叫びながら立って、暴れたいけど、画面と対峙しながらドタバタしている。そして、極めつきには、上にいると思っていた娘二人が後ろにいて、おとん、ださあ、ほんま、タイミング神がかってる。という風に、言いたい放題。俺は顔が真っ赤で、コーヒーをすすることしかできなかったよ。その後、改めて言い直す機会を勝手に作られて、面と向かって、娘二人に見られながら言うという、何とも言えない、笑うことしかできない結果になってしまった。勇者の諸君、愛の言葉に、リハーサルなんていらないんだよ。